それじゃあ2学期の金聞いたところでいきましょうねフラッシュバックイングリッシュの2学期のスタートですねえー、であの2学期はねみんなね12回あるからまああの長丁場なんで ね、今のこうやる気がある人ちょっと夏のことを考えてへこんでる人ねあのー、まあその再受験で毎回もう一回やろうとしてると結構再受験もね今日多くて何人か来てたんだけど、えー、そういう人まあいろいろいると思うんだけどねあるいは社会人でもう一回ねあの受けようとしてる人でもいいじゃんね、まあ、今日からねあの後半戦に入りますから試験のねですからあの後半でもすべては決まりますからこの12回をお互い有効にね生かして。 1一回,一回1回偏差値 2, か2上げていくと24になりますからそれぐらい1、ね、回1回大事にしてねお互い頑張ってやりましょうよ。ねまあ、いろいろ、まあ、過去のことを考えると、まあ、今も言ったようにちょっと夏やってないなとかねちょっとブランクあるなとかさいろいろだと思うけどその2学期の初めってみんなそうだから。 ね、ちょっと周り、ほら、大人数に、ね、なって、ちょっとプレッシャー感じて、自分ってだめかなって思う方が、まあ、とも、ね、なんか俺、俺ってすごいんだぜみたいな方がちょっと危ないから、まあ、そういう意味ではあの、そんなにその気後れする、プレッシャーするとこ、ねもね、部分をね、あんまり攻める必要なくて、それを逆にあのいいエネルギーにしてね、一回一回続けていけばいいから、まあ、とにかくあの2学期はね、この12回をどうね、休まないでこう続けていくか、あとでも言うけど、継続っていうことが大事なのね。 現役生はほら全然あの受験ということをまああの本格的にやったことがないからわからないと思うけど、これやっぱり一回一回ね重いんですよね。まあちょっと大げさかもしれないけど、そういうねところを一歩一歩ねあの階段をこう上るようにしてね頑張ってやっていってこな。ね、まあ日々のね中で大変だけど結構充実感はあると思いますね。そういうことでお互いやりましょう。特にあのスランプなんてよく入る人多いからねあの。 まあやらなきゃいけなくても分かっててもねできない子が多いからやっぱこの12回でねどうね勉強をね組み立てていくか各自がねスランプに陥らないでやってほしいまあ僕はいろいろアドバイスしますけどみんなの方でもそう考えてください。それかから現役生はほら学校の行事とかあるよね。 体育祭とかいうの文化祭とか言わられる文化祭の何が文化なんだとか思うんだけどいろいろありますよね、そういう中で結構そっちにはまっちゃいすぎるとほら、まあ、受験というのを、ねえー、おろそかになっちゃうから、まあ、それも大事なんだけどやっぱりあの臭いけど将来の夢のためにやってるわけだからそれは頑張ってほしい、そうだよね、今あの、1学期のことをほら言った夢があるから受験やるんだぜということを1学期に、ね、あるいは春季講師など確認したよね。 ちょっとずるく言えばみんなに自発的に勉強してもらいたいっていう、ね、あの気持ちがあったからです。結局ね自発的に勉強しないと伸びないんだよ。それから今言ったあのこの12回だよね、この12回でやめたくなるときが何回もくると思うんです、ね、僕だってそうです、そんなこと言ったら怒られるかもしれないけどこの12回続けていけるかどうかわからないです。いや、続けていきますよ、そ <laughs> んなこと言ったらやばいですよね、プロですからやりますけどやっぱり人間だから今日休みたいなってちょっと思うこともあるかもしれないけど、それでもやっぱりやるわけだよね。 それは俺は俺仕事ということで逆に救われてて俺がこないとやっぱり困る人いるだろういるよな,なだからやっぱりやるわけでそれはすごいある意味で自分生きて,てあて楽しいところなんだけどみんなはある意味でそういう部分ないからさしっかり、ね、自分の中で夢を持ってそのためにやってるんだぜっていう気持ちでやっていくと継続も続くと思うよねこれはつながってるそれからあの、まあ、またくどいけど夏に言った話はあの現実行こうぜっていうことだったよね夢から現実ね。 ただ夢だけ追いかけてもしょうがない、やっぱり現実見なきゃということで、まあ、2002年の問題をフラッシュでやって、ずいぶん難しかったですよね、あれ、かなりのレベルいってましたよ、2学期の,あの,あの、ごめん、夏のフラッシュね、であれ、現実見て、かなりまあ何度も言うように、へこんだわけで、ね、まあ、それはある意味で目的がへこんでほしかったのね、若い人はね、思いっきり現実にいつもぶつかって、へこみながら頑張っていけば、自分が大きくなるよ、これは本当そうだよ、ね。 いろいろ教具があってあのへこみ方も違うと思うけど、まあ、そこは自分に与えられたものだと思って、ね、あの一歩一歩ここから、ね、あの本当に自分のやりたい夢に向かっていってほしいですねこれはビビたるもんだけどこの部分が2学期の継続っていうことだよねさっきも言った、ね、課題です2学期のキーワードは、ね、地味だけど継続なのねサクシードって言ったでしょ1学期に、ね、サクシードっていう、ね、動詞は継続するっていう意味もあるし成功するっていう意味もある継続とは成功同義なんだよね 全置はトゥーが来ると継続でねそれからインが来ると成功だよねということだけど作成度に変わりはないですねまあいうふうにして頑張っていってほしいそれから一学期俺言ったかなあの日本がトルコに負けた時もう悲しくて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 ,しくてまだ思ってますけどあのね色素くぜく空素くぜしって言ったと思うんだよね,ね言わなかったっけ色即是空なんか急にここであの仏教用語に入っていくけど色即是空ね 色とはこれすなわち食うなりねよく言うんです色即是空ってねガキの頃僕らはあの世の中を見ると楽しかった一日中遊んでられたわけですよ、ね、そんなに周りのこと気にせずディズニーランド行ったりして遊んでたわけですよあ地方にはないですけどね <laughs> すみまた行せた人だまあそういうことで遊んでたんですけどそれがほら夢の世界だったけどだんだんやっぱりね、まあ、小学校入って中学校入ったら受験があったり友達とうまくいかなかったりいろいろだよね そういう現実的な嫌な部分を見てくることになるよね、これはやっぱり虚なしい空だということだよね。で、まあ、仏教の認識っていうのはここで終わらずね、空足是識っていくからね、まあ、これ、俺もそうなんだろうけどね、空足是そのなしいっていうことから、これすなわち色になっていくような部分っていうのがあると思うんですねね。 あのー、現実というものを踏まえてほら逆にここから色の部分に向かっていく、まあ、夢の部分に向かっていくちょっと矢印が逆になっちゃったけどこれですよね、まさにねこれはあのー、空足是非っというところにつ、ね、ながってきます。と、ねまあ、いうことでみんなぜひあの色足是句で終わらずここから広がって空なんだけどこれすなわち色なんだよという方向で、ね、頑張って生きていってもらいたいすると見えてくるものがあるんだよ。 ものすごいいろんなものを失っていろんなものをこう厳しい中になったときに本当に見えてくるものっていうのはかなり真実だと思うの、ねまあそういうのって結構まあ理論的なことかもしれないけどやっぱりそれはあると思いますから、まあ、逆境に負けずにねそういうものでいろんなものを見つけていってもらいたいそれから自分の夢に近づいていってもらいたいなって思いますし僕もみんな応援しますから、まあ、ちょっとあの最初から臭い話になりましたけどあのメンタルな部分では、ね、こういったところがあの2学期の課題。 いいとところで言うと継続だよ、ね、それからもう一つだけ言うねこれはあのメンタル編ね今度はあのスタディ編ね勉強はね精読から速読へっていう方向で行くのねもういろんなクラスでこのこと言ってきてもうなんか2回ぐらい聞いた人もいるかと思うけどごめんねあのやっぱり初めてにしていると思うんで喋らせてもらうと精読っていうのは、まあ、1学期すごく一番やってきた、あのーね、自力でね自力で自分の力でね一文を読んでいくってことだよね かる自力で一文を読むっていうことができないとこれはやっぱり英語の問題をほら自分の力で答えられないということがかるでしょですから春季から始まって1学期からでもいいんだけど夏にね向かってはこれをすごくね鍛えてきたつもりなんですよ、ね、だからまあこれをあの9月の5日までにね90%ぐらいにしろなんていう課題を夏にみんなにねぶつけたよね。 ね、あれもまあもうだいぶ前の話になりましたけど、まあ、その結果は運のよりもねこれは70でも60でもいいからねあこれをとにかくねこれいいよ60でもね50でもいいよねけどね50切る人はねちょっと基本が分かってないよねだからまあこの授業を45回やっていけばかなり分かるようにする、ね、2学期だからかなりあの基本からやってみる。 っていうのはやっぱり、2学期から僕の授業出てきてくれてる生徒さんもいっぱいいると思うんですよ。ね、ですからその先生徒さんもフォローしたいけど,けどやっぱりずっと1学期から春から聞いてくれてる人いるからでこれだけで終わっちゃ失礼だからやっぱりあのもっと肉付けしていくよだからな言いたいことはこれより切ってる子、ね、できたらね1学期のフレックスサテラインなんかでフラッシュとると平行して取ると大変だけど、ね、あの内容は入ってくると思いますね。 けどそれができない人いるでしょう、いろんな経済的、ね、あるいは時間的理由から、ね、そういう人は頑張って、ね、1回目から5回目ぐらいの授業を、ね、もう徹底的に復習してと、ね、いうことを、ね、マスターしてください、そうするとかなりついていけるようになると思います、あ、目標は100%だよ、これに近づけたい、まあ、こうしたいんですよね、これが2学期の目標です。